沢田八幡神社は、大阪府藤井寺市沢田にある神社。旧社格は孫社。国府八幡神社由緒書によると、国府八幡神社を除く近隣の八幡神社と同じく、江戸時代初期に本多八幡宮から勘定されたものとされている。これは、太閤検地によって、沢田村が本多八幡宮の神領となり、後に神領が隣接する小室村へ配置換えされたが住民たちの意思によって勘定されたものと伝わる。拝殿には1655年11月付の棟札が残っており、その棟札から旧地の一丁西へ遷宮したという記述がある。また、1777年付の棟札もあることから、これらの時期に建て直しが行われたことが判明している。沢田の氏神として機能し、かつては先土社という宮座も存在した。1872年に孫社に列せられる。沢田八幡神社では長らく、だんじり巡行が途絶えていたが、2011年に大井地区よりだんじりを迎え入れて、53年ぶりに復活した。ついでに2016年には伴江林地区より、新たなだんじりを迎え入れている。2019年現在では、10月第2土曜日、日曜日に、だんじり巡行が行われている。神社の境内を横切る、近鉄南大阪線境内には、近鉄南大阪線が横切っており、踏切が設けられている。これは1922年4月に、大阪鉄道が、布瀬駅道明寺駅間を開通した際、町内の中を通ることを避け、中津姫子号両の堤に沿って走らせることにした。結果、両の堤に続く斜面にあった神社を横切ることになったものと考えられる。なお、同じように境内に鉄道の線路が横切っている神社の一つに、酒田神明宮や下原八幡神社がある。当時の住民は、線路敷設に好意的であり、公有地の一部が無償提供されている。その後、1924年6月1日に、沢田町内では、大神御陵前駅及び、萩の里駅が開業した。なお、同様に、境内地に踏切があり、参道を鉄道が横切る寺社には他になどが挙げられる。ありがとうございます。